あたりチャンネルもらえてよ。どうもこんにちは、あたりです。あたりチャンネルレイディオかっこかり、今週も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでこのあたりチャンネルレイディオかっこかり、僕がたたたたさぶたくたしゃぶたすけせせいせい不定期にお届けします。はい、というわけで、ちゃんと言いましょうか、このあたりチャンネルレディオかっこかり、僕がただただ喋りたいことを喋るだけの雑談情報番組、ゲーム実況の近況報告や日常の近況報告と合わせて不定期にお届けします。しょっぱなから噛んでしまって申し訳ないですね。はい、気を取り直していきましょう。まずはお便りいただいております。はい、ルナさん、女性の方、懐かしいゲームのテレビ CM の動画を見た話で思いつきました。印象に残っているのはマリオシリーズ、ゼルダの伝説シリーズなど、特にスマブラシリーズが印象に残っています。バリトンジェルさん、男性の方、僕の懐かしいゲームの CM は嵐の方々がミーを作ったり Wii パーティーで遊んでいる様子の CM です。というわけでお二方から、お手紙いただきました。ありがとうございます。うん、まあ、どちらもあれですね、任天堂系の、まあ、ゲームの CM ということで、やっぱり印象に残るし、あのマリオとかさ、あとマリオパーティーとかさ、あのそういうみんなでワイワイする系の CM ってさ、すげえ楽しそうじゃん。うん、特にあの 3DS とかかな、あ、それこそバリトンジェルさんがね、お手紙でいただいてるみたいに、あの嵐の5人がさ、あのみんなでさワイワイこうさ5人で集まってこうゲームしてるっていうさ CM あったじゃない。あれは確かにね印象残ってますね、僕もね。最近で言うとマリオパーティーかな、うん、スーパーマリオパーティー、うん、だったかな、この前スイッチで発売したやつ、あれの CM ね。まあなんでしょう、仲良さそうな4人がね、まあ、男女が、まあ、こうスーパーマリオパーティーで盛り上がってるという CM で、確か田中圭さんとか、田中、うん、まあいいや。あとはね、まあ、内田理央さんとか、あ、いや僕もあの CM を見て、いや僕もダーリオとマリオパーティーやりてえなってちょっと思ってしまった。あれウェンツくんも出てなかったっけ、あれ違ったっけ、あれは違うウェンツかもしれないな。ウェンツ普通の CM はまた違うウエンツかもしれないな。ウエンツだったような気がするんだけどな。別ウエンツだったかもしれないな。うん。はい。というわけで、じゃあ僕の近況報告いきましょうかね。うん。ちょっと待って。今の CM の下り、今の流れで締めでよかった？ウエンツが別のウエンツだったっていう締めで大丈夫？大丈夫？あ、OK、あ、OK です、OK です。プロデューサーの OK 出ました。大丈夫です。はい、というわけで僕の、近況報告いきましょうか。先日、ですね、忘年会に参加してまいりました。僕が、まあ、所属している、まあ、今なお所属させてもらっている、所属させていただいている、うん、あの、UM っていうね、YouTuber の、あの事務所がありまして、そこの忘年会がありまして、まあ、東京お台場で、ホテルの大ホールをね貸し切ってこう忘年会があったんですよ、ね、参加させていただいて、まあね多いクリエイターが、去年とか去年も忘年会行ったのかな、行ったような気がするな。うん、行って一昨年はちょっとまた別、まあ、ウームの忘年会だったんだけども別でちょっとこじんまりした忘年会だったような気がするな。うん、で、まあ、今年はね、あのみんな一緒くたで400人ぐらいいたらしいですよ。はあ、400人もいる？いや、いるんだけどさ。うん、でもちろんそのジャンル問わず所属している人たちがみんな集まっていたので、あのこう最初にさ受付に行ってさ、でまあ、当たり成り行きですって言って、あ、じゃあこのビンゴのカードをどうぞってビンゴカードもらってさ、でテーブルは何番ですって言ってそのテーブルに行くわけじゃんね。
でテーブルがね50ぐらいあったのかな、うん、多分50ぐらいあって、でその一択10人ぐらい座って、だからまあ大体500人ぐらい座れるような計算だったのかな、うん、でね会場到着して、で僕はテーブル指定されて、あじゃあここかって言ったら誰も座ってなくて、どうしようかなと、うん、いや僕もさやっぱ人見知りなのよすごい、でああいう大勢の中にポンって放り出されたらもうどうしていいか分かんなくて、どうしていいか分かんなくて、とりあえずさ椅子に座ってさ辺りをキョロキョロ見回しながらこう誰か知ってる人いねえかなとかさ、うん、それこそ忘年会だからさやっぱりこうねお世話になったねスタッフの人とかにもさ挨拶に行ったりとかしてさ、あ今年はどうも来年もよろしくお願いしますみたいな感じでさ挨拶に行ったりとか、あとはちょっと知り合ったあのクリエイターの人とかともちょっとあ今年はどうも来年もよろしくみたいな話をねさせていただこうと思ってたんですけども、あたりを見回してもなんかあんま知ってる人いなくて知ってる人いないなって思いながらこうあたりをこうキョロ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 しながらね、まあ、そのうちこう人もどんどん増えてきて、で、まあ、知ってる人もねどんどん入ってきてて、でやっぱりこうね僕もともとおもちゃ系のさあの動画出してたじゃない、でやっぱりこうおもちゃ系のね動画出してる人ってやっぱりもう顔見知りだから、その人のところに行って、で「あ今年はどうも」みたいなね「今年どうでした?」みたいな話をねして、でなんかこう結局おもちゃ系の YouTuber でみんな固まるみたいな感じに、いつもの感じになっちゃうみたいなね、うん、あるあるだよね、あるある、うん、いやでもそんな中でも僕はちゃんと頑張って周りの人に話しかけて、ちょっとこうね、いやじゃあ来年の何かあったらよろしくしますよふへへへとか言いながらね、うん、まあ、そんな中そんな感じで、楽しませていただきました、うん、あちなみにさっき言ったあのビンゴは、まあ、見事に外れましたね、全然喜んでんだもんビンゴの数字がさどんどん出てくるじゃん、どんどん出てくるたびに周りのみんなこうポコ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 上げてんだけど全然開かなくて、数字がと思って多分ね5個目ぐらいまで発表した段階で僕1個もビンゴカードが開いてなくて、こんなに開かないかなと思って、うん、まあまあ、ビンゴだしな、うん、あのその数字ボール取ってる人もまあ 人間だしな、うん、それもしょうがないところあるけど、まあまあそんなことで、うん、そんな感じで、まあ新しい出会いもあり、まあ今までお世話になった人にも、まあ、今年お世話になりましたと、来年もよろしくお願いしますと挨拶させていただいた、そんな忘年会でございました、うん、でこうさもう毎回こう外に出かけるたびにね思うんだけども、帰るのがだるい、うーん、わかるっしょ、あれだいたいそういう外に出て遊びに行くってなると、お昼ぐらいから用事済ませてだいたいご飯食べて帰ってってなると、だいたい夜の9時とか10時とかなるじゃないね、そっから家にまで帰るのがもうだるい、もうここら辺でホテル入ってもう寝てから帰りたいとかなるじゃんね、かといって翌日もう仕事だからさ、そんなわけにもいかないからさ、うん、でもう家に帰るしかないじゃん、帰りの電車がまあだるい、つり革に捕まってこうガーってやりながらね、でこう iPad で雑誌をちょっと読みながらね、うん、時間を潰して早く着かねえかなって、帰りは帰りですげえ寂しいさ、うんうんうん、まあそんな忘年会でございました、うん、まあ特に印象に残ったような話はないか、ああでもね、ああでもねちょっとねちょっと言わせてくれよ、うん、まあ、僕忘年会でさ400人ぐらいいるじゃん、でも男性 YouTuber もいるし女性 YouTuber もいるんだけども、まあ女性 YouTuber がさ、まあ美人が多い、あれはなんだあれはなんだあれ、女性 YouTuber ってこうやっぱいっぱいいるじゃんね、でこういっぱいいる中でのこのなんて言うんでしょう、言い方は悪いけども、上積み益だけ
ちょっと持ってきたぐらい、まあ美人ばっかりで、世の中ってこういうことなんだなってちょっとね、ちょっと達観した目で見てしまったね。というわけで忘年会に関して、ちょっと一通お便りいただいております。ひかりさんでいいのかな、ひかるさんかな、ひかりさんでいいのかな、ひかりさん、男性の方。この時期になると会社で忘年会や年が明ければ新年会をやるところが多くなってきますね。正直こういった会は大勢の人が集まる中で気を使うことも多くなり、あまり好きではありません。行きたくないと思いつつも断ることもなかなかできないのでしょうがないと思っています。あたりさんもこういった会を経験されているかと思いますが、少しでも楽しめる方法何かありましたら教えてほしいです、というわけで、まあ、忘年会、新年会、まあ、どういった楽しみ方をすればいいかっていうお話なんですけども、まあ、集まる人にもよるとは思うんだよね。結構今年そういうお話ツイッターなんかでこう回ってきた、リツイートで回ってきた回数がすごく多くて、まあ、会社の飲み会が苦痛だと、若い人たちはなるべくなら出たくないと、いうことで、まあ気持ちは分からんでもないけど、まあ、僕はお酒飲んでこうワイワイお話しするのは結構好きだから、別に飲み会は嫌いじゃないから、まあ、全然その気持ちは理解できない、理解できないまではいかないけどもね、ただ気を使うっていうのはまあ確かにあるね。それこそやっぱ男性と女性とって混合で飲み会ってなった時に、やっぱ出す話題とかさ、話を振るとかさ、そういうところでやっぱり気を使うっていうのはまあなくはないし、まあ大いにあると思うんだけども、そうだね、少しでも楽しめる方法か、自分が楽しめるだけで言うならば自分語りをするのが多分一番楽しめると思うよ。例えばさ、この話題になったし、忘年会や新年会っていう体で集まってるのであれば、今年を振り返ってどうだったかっていう話をしたりとか、新年会だったら今年はどうしていきたいっていう話をちょっと出す、ね、多分そうするとみんな多分会話乗ってくれるじゃんね。なんだったら自分が喋るのが嫌だったらそういう話をみんなに振るっていうのがいいと思うよ。ね、でみんながこうワイワイ話してるのを聞きながらお酒飲んで、わかるわかるって言ってれば大体楽しめるから、わかる、それ超わかるって言ってればね、まあ、大体会話に参加した気になってるから大丈夫だと思うよ。そんなに気使うことでもないとは思うんだけどもね。まあもちろん幹事とかになったらやっぱり気を使わなきゃいけないと思うし、その例えば宅テーブルがあって 4,5 人ぐらいで飲んでってなった時にね、やっぱりまとめる、その何でしょう、料理とか食べる進行度合いとか、あとはその話題をね、まあ出さなきゃいけないってなった時に気を使うってことはまあもちろんあるけども、まあ、友達とかで言ったらまあ大丈夫じゃん、なんやかんやないつもと同じような話して終わったりとかするからさ、あれだけども、会社のってなるとやっぱりね、話題ってなんかみんな限られてくるんじゃないかなと思うけどね、いつもと同じようなこと話してば、忘年会だったら、まあ、さっき言ったみたいに今年どうでした、ね、今年どうでしたっていう話から始まって、ああそうなんですねっていう話をみんなに振って回る、ね、新年会だったら今年もよろしくお願いしますですよ、ね、今年もお願いします、今年なんかありますみたいな話からさ、どんなことやっていきますみたいな話からさ、どんどん発展していけばいいじゃん。例えばもしその話す相手のプライベートなところを知っていれば、ちょっとね突っ込んで、最近彼女とどうなのみたいな話とかさ、すればいいと思うけどね。まあでもそういう飲み会とかになった時に割と僕も気を使う側ではあるのかなとは思うけどもね。でもそれ含めて楽しいっていうのはあるよ。
まあ人によりけりだな、そういう楽しみ方っていうのもね。例えばさ、やっぱこう人数が多くなればなるほどさ、やっぱり話題についていけない人とかさ出てくるじゃんね。そういう人をなるべく出さないようにちゃんとこうトークを回すとかさ、話題を振ってあげるとかさ、そういうところでこう気を使うっていうのはあるけども、まあまあでも自分が楽しむっていうだけだったらそんなに難しいことではないと思うけどね。場にいるみんなを楽しませようと思ったらそりゃ難しいさ、テレビ番組の司会者みたいなことしなきゃいけなくなっちゃうからね。だから、あでもあれか、会社の飲み会とかになると上司とかがいるのか。でも自分より上の人と飲む時ってさ、話聞いてればよくない？それこそさっきみたいに、ああ分かります分かります、ああそうですよね、ああ分かります分かりますって言ってれば多分やり過ごせると思うよ。だいたいそういう、こう年上の人が年下の人に話をするときってだいたいお説教みたいな、あの悪い意味じゃないよ、叱るとかじゃなくてね、君はこれからこうした方がいいぞとかね、これからこういうことがあるからね、こういうことをちゃんと肝に銘じておけよみたいなね、まあ、これから役に立つぞ的なあのお話とか結構してくれるというか、結構そういう話になると思うから、まあ、それをまあ聞き流すも心に留めておくも自分次第だけども、もう大体ああ分かります、ああありがとうございます、ああそうですねって言っておけば大体大丈夫だと思うよ。まあそれが楽しいかどうかっていうのはまた別だけどもね。まあ、あでもあれだな、やっぱりこうなんだろう、話題持ってる人と一緒に話すと楽しいかもしれないよね。なんだろう、社員のあんな話やこんな話みたいな、なんかこういう噂話的なものがさ、なぜか集中する人っていない？いろんな人に相談申しかけられて、なんか知らない間にいろんな人の個人情報めっちゃ持ってるみたいな人いない？だからそういう人のところに行ってね、ちょっといろんなちょっと裏話をちょっとポロッとさせるみたいなね、そういうのもまあ楽しいと思うけどもね。まあそんな感じかな。はい、じゃあ世の中の近況的なところ行きましょうかね。世の中の近況で言うと、先週は、流行語大賞の話をさせていただいたんですけども、今週は今年の漢字ね。まあ毎年やってる、もう20年ぐらいやってんのかな、あの神社でね、あのでっかい紙に今年の漢字っつってでっかい筆ででっかく今年の漢字って書くあれですよ。で今年もまあ例に漏れず例年通り、今年の漢字が発表されました。皆さんわかります？ちゃんとニュース見てる？今年の漢字、災いね、災害の災っていう字に決まりました。これは今年ね、まあ記憶に新しいし、もう皆さん多分すごいあーってなると思うんですけども、大阪？西日本？どこだ？大阪とかだったよね。確か豪雨でもう冠水、浸水っていうのが冠水というか、ものすごい雨が降って、なんかめっちゃ水浸しになったみたいなニュースあったじゃないですか。あとは、地震ね、大阪北部の地震とか、あと北海道でも地震が発生して、まあ、停電になったりとかねしましたし、あと台風、今年だってあれでしょ、過去例を見ない規模の台風が2個ぐらい来たんでしょね。名前もついてたじゃないね、台風もね、キャメロンだか
シンディだったかキャサリンだったかなんかそんなような名前の台風が来ましたよと、うん、でまあ今年の漢字がその災、ね、災いっていう字に決まりまして、まあ確かに今年を象徴する漢字だったなとは思いますよ、うん、もちろんその災っていう字に込められた意味っていうのはそれだけじゃないと思うんですけどもね、あの毎年その今年の漢字でバーンって出てきて、でその字を見た時にあああれのことねとはみんな多分パッと思いつくものもあるんですけども、でこうなんでその漢字に決まったかっていう解説を聞くと、ああそんなこともあったねみたいな小さな話題みたいなものもちょいちょいくっついてたりするんですよ。なんですよ、ダブルミーニングじゃないんですけども、まあなんかそういう意味もあったりするんで、もしあれだったら皆さんもね、その災い今年の漢字っていうところで検索してみるといいんじゃないですかね。というわけで、確かにね、今年はやっぱり災害が多かったなっていうのは感じますね。特に夏場から秋、春から、夏、まあ一年中だね、うん、最近はさ、やっぱりこうなんだろう、煽り運転みたいなところもさ、結構ニュースとかで見るじゃない。あれだって大体もう災害みたいなもんでしょ。人災ですよ、人災ね。本当になんかこう人々のマナーが問われる一年だったなっていうのはね、もう僕ずっと思ってるんですよ。今年は本当になんかそういう人々のマナーね、そういうところが割とこう問われた一年だったなっていうのはやっぱり感じるかな。まあそんな感じですかね。でそんなこんなで、お便りもいただいております、キュアスターライトさん、女性の方。今年の漢字が発表されました。西日本豪雨や大阪北部地震、北海道で発生した地震といった自然災害がありました。この先も平和な日々がずっと続きますようにと、お便りいただいております。まあ本当そう、災害に関してもさ、ない方がいいんだよね、正直。どうやったってない方がいい、でも起きちゃうだよね、計らずも起きてしまう。だからそのさ、災害、例えばこういう台風とか地震とかって来たから、起こったから終わりじゃないんだよね、それこそ2011年に東日本大震災とかあったじゃないですか。ああいう大きな災害が起こった時に今後どうしていくべきかね、で対策はとか自分でできる防災みたいなものがやっぱり周知され始める、そこはまあいい面ではあるのかなと思いますよね、やっぱり人間って学習する生き物だから、過去のそういう災害から多くを学んで、でどんどん技術も進歩していくと。ちょっと災害とかとはまたちょっと違うんですけども、まあこの今平和な日々がというんですけども、やっぱり戦争とかあるじゃないですか、戦争ってやっぱり時代の節目節目で絶対起こるもので、そういう戦争から多くを学び、やっぱりこう人類は進歩してきたというところがあるじゃないですかね、そこはやっぱり目を背けちゃいけない部分だと思うんですけども、やっぱり何かを学んで進歩していくってなった時に、やっぱり挫折とかやっぱり障害っていうのは避けられない部分だと思うんですよね、だから今年のその漢字として災い災害っていう字が選ばれたのも今後にやっぱりつなげていくためだと思うんですよね、だから皆さんも、そういう地震とか台風とかっていうのはやっぱりこう心に留めておいて、で実際次に起こった時にどうするべきか、どう行動するのがベストかっていうのを今一度ちょっとね、調べるなり、まあ、学ぶなり勉強するなりして次に備えておくっていうのはやっぱり大事かなと
思います。そういう意味でも今年の漢字にやっぱり歳という字が選ばれたのかなっていう部分はやっぱり感じる部分ではありますよね、うん、やっぱ一方でさ、こういう今年の2018年っていう1年間を象徴する漢字としてその漢字が使われたっていうことに対して、やっぱりなんでやねんと、なんでそのネガティブな言葉使うんじゃという人もやっぱりいるとは思うんですけども、そうじゃねえぞと、うん、そういう一元的な見方はよくねえぞって僕は思う、うん、やっぱりね、学んでいくべき、うん、まあ今年の漢字に関してはさ、やっぱり僕思うところがあって、金っていう字が結構多いっていうあれ去年の年末生放送か何かでもなんか言ったような気がするな、金メダル取った年は大体金になるみたいなオリンピックの年は大体金だからみたいなこと言った気がするな、うん、これ過去20年ぐらいで金っていう字が3回か4回ぐらい入ってるんだよね。だいたいオリンピックの年に金っていう字が入ってて、まあ多分東京オリンピックの時も多分金来るなと思いながら、うんまあ過ごしてる次第であります、うん、あ、そうだ、今年の漢字じゃないんですけども、今年台風結構来たじゃないですか、うん、で台風でさ、ものすごい僕の部屋揺れるわけよ。で窓もガタ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 言うし、これ窓割れるんじゃねえかなと。で割と窓のねガラスがすごい大きくて、心配なんですよ、割れるんじゃないかなって。そういう何でしょう、風が吹いてガタガタってなった時に、小さい窓だったら割れないだろうなっていうのはなんとなく感覚でわかるじゃないですか。ただ窓のガラス1枚が大きくなれば大きくなるほど、ああこれ割れそうってなるじゃないですか。だから窓ガラスに僕ガムテープ貼ったんですよ。ガムテープ貼って割れないように、まあ割れても飛散しないようにっていう対策をしたんですよね。でその窓ガラスにガムテープを貼ったのをずっと貼りっぱなしなんですよ、つい先日までねずっと貼りっぱなしだったんですよ、うん、でついこの前ね、ああもうそろそろ剥がさなきゃなと思って剥がしたんですよ。そしたらなんとそのガムテープの糊部分だけ見事に綺麗に全部残って、うーわーっと思って窓ガラスにガムテープの糊部分だけ全部べっしりあと残って、うーわーっと思って、でこの前ねAmazon で検索してなんかそのガムテープ剥がしみたいなのを買って放置してやる今、うん、めんどくせえと思いながらめんどくせえ、多分まあ年末年始ぐらいでどっかでまあ大掃除みたいなとこやるときにやろうかなと思ってるんですけども、じゃあ大掃除いつやるのって言ったら、まあやる日はないんだろうなと思いながら、過ごしている次第であります。はい、というわけで、ゲーム実況の近況報告です。継続してプレイしているゲームとしては、龍が如くゼロ、誓いの場所、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、ゼノブレード、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、そしてジャッジアイズ死神の遺言というわけです。今週ようやくジャッジアイズ死神の遺言が、パッケージ版ダウンロード版ともに本編が発売されましたということで、第1章丸ごと、先行プレイはね、まあ、まだプレイしている途中なんですけども、うん、まあ僕自身は終わってるけどね、プレイは終わっててあとは配信するだけみたいなところなんですけども、まあでもね、まあ、ゆっくりやっていきます、うん、このゲームめちゃくちゃ面白いんだよ本当に。あのね、ドラマ部分がすごいよくできてて、こう夢中になっちゃう。でこうさ、発売日にさ、ツイッターでさ、キムタクっていう字がさトレンドに入ったぐらい、やっぱりこう木村拓哉さんっていう人のパワーすごいなと思った、やっぱり、うん、でプレイしててもこのね、違和感なくこのドラマにすんなり入り込めるのってやっぱりこのキムタクのおかげかなってちょっと思ってる部分はある、うん、まあ個人的に言わせてもらうと、アフレコちょっと下手じゃねって思うんだけども、うん、思うんだけども、でもビジュアルとしてその木村拓哉が主人公っていうのはでかいですね、やっぱり、うん、もうすんなり主人公だって受け入れられるっていうのは、やっぱ今までやってきた
木村拓哉さんの功績っていうのはやっぱすごいでかいなと改めて感じている次第であります。で、配信に関してなんですけども、配信発売してから発売したと同時に第2章までの配信は OK ですと、そこから順次配信可能なパートがどんどん増えていきますよっていうところで、ただ最終章後半終盤の配信はまあダメですよという、お話が、公式ツイッターで、出てるのかな。だからまあそのスケジュールにのっとってやっていきますと。で、まあ、最終回までは配信しないんで、まあ、その先が気になったらちょっと手に取ってやってみてはいかがでしょうか。これはもう間違いなく面白いから、もう今もう買ってもいい。これ年末年始、この一本プレイして間違いないぞって思うゲームの一本ですね。まあ、あとはスマブラだな。どっちかだな。で、今週実況が終了になったのは、ナリキッズパーク、怪盗戦隊ルバンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー。これが実況終了になりました。これ動画で出すのは終わり。だけども、まあそのうち生放送で、何でしょう、要素のコンプリートだけ、やろうかなっていうところですかね。まあ1日あれば終わるでしょう。というわけで、特に実況開始したゲームもないのでお知らせです。あたりチャンネルレイディオカッコ仮では皆様からのお便りを募集しています。この雑談の感想やゲーム実況の感想、リクエストなどなど、この動画の概要欄の投稿フォームからどんどん送ってください。採用された方には素敵なプレゼントをご用意しておりません。というわけで今週も、あたりチャンネルレイディオありがとうございました。もう33回、今年初めて、もう本当にいつ終わってもおかしくねえな、こんな突発企画みたいな感じで始めたんですけども、なんやかんや今年いっぱいちゃんと続けられるられそうですね。というわけで、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。それじゃあまた次回、バイバイ。